さて石光が入れてきた逃げるボールです。こぼれて拾ってシュートに行った。あすぐにまた勝ち先頭京都勝ち越し2対1。先頭今シーズン2点目。今のこぼれ球というところでの反応も早かった京都です。そうですね、ここイバが、ね、クリアしてると思いますけど、まあ、クリアがちょっと正面になりましたよね。それをうまく先頭が拾って、まあ、抑えた非常にいいシュートだったと思いますね。まあ、ちょっとブラインドになっている分ね、